今日もネバール君ね、人生相談したいというつくば未来市から。はい、ネバ。変な3人が人なのかな。私たちはつくば未来市の、先ほどもおっしゃっていただいた10周年記念事業ということで、はい、来年の平成28年が、市政10周年なんですけれども。すごいじゃない。 すごい。ありがとうございます。10周年、はい、素晴らしいですね。で、今その10周年、はい、プロジェクトということで、はい、ただいまつくば未来市では、はい、イメージキャラクターを4月から、6月30日まで募集をしておりまして、はい、でその中でそのプロジェクトチームの人たちが、このようなポスターを作ってくれたんですね、はい、でその中から私たちはどうしてもこれからキャラになりたくてなりたくてなりたくて出てきちゃいました。この3人です。人人なんですね。3人ですね。3人なんです。人なんですね。人ですね。ハテナさんとか、ハテナ、ハテナマン、ハテナマンなんですね、はい、あ、ハテナマンですって、ね、ハテナマンっていう人が、はい、どっから出てきたネバ。ポスターの中から出てきちゃいました。人間ってそんなことできるのかな。そうですね、まあ、ね、でも私もそうなんですけど、3人とも結婚はされてるんですね、なんかね。あ、そう、指輪してますみたいね。そこだけはちゃんと残しとく。生活感がとっても溢れてますね、そこだけね。なかなかこの募集数が伸びない。伸びない。伸びないです。で、これをどうやって伸ばしていけばいいのかなと今とても悩んでまして。ああ、そんなの簡単ネバよ。選ばれた人に賞金1000万円あげますネバ。解決ネバ。解決ネバ。私たちちょっと黒いので、この夏ちょっと乗り切れるかどうか。そんなの大丈夫ネバね。これあげるネバよ。はいはいネバ。お口からなんか出るみたいなんで、もし出てきたら取ってあげてください。はい、それ何ですか。それ何ですか。取ってみてください。それ何ですか。それこれは魔法の夏を乗り越えるネバだよ。冷たくていいですねこれ。そうなんでしょうか。なるほど、これを。なるほどですね。そうですね、これ。じゃあもし分かったらそっと戻してもらっていいですか。そうね、パンもね、パンこれいいですかね。冷蔵庫以外はきついね。ありがとうございます。はい、じゃあそういうことで解決ねーだと。私たち決めポーズがありまして、はい、決めポーズ、はい、それをちょっと一度見ていただきたいと思います。はい、ね、パンね、ハテナ戦隊キャラ未満。ちょっとこっから見えないね。そうですね。ハテナ戦隊キャラ未満、早くキャラになりたーい。ちょっとやり直してもらって。そうですね、間違えました。言葉が被っちゃいました。間違えました。ハテナ戦隊キャラ未満、早くキャラクターになりたーい。なってますね、ばー。そうだー。はい、大丈夫ね、ばーよー。そうそうそう、いいじゃないですか。ありがとうございます。とっても良かったと思いますネバですけども、はいはい、なんかハテナが全然関係ないネバね。なるほど。だからなんかこうハテナのポーズを3人がこうしてジャンプする。で靴をそこにこう置いてハテナの点みたいにしてこうジャンプ、こうハテナのポーズで3人するね。ちょっと納豆兄さん1個見せてあげてね。いい、今の説明でやるの。難しいよね。こうやってハテナのハテナのマークっつったら、だってこういう、こういうでしょ。それで、これで、あ、それでばね。で、ここには何かが必要なわけでね。で誰かがこう、ファッてこうやる、はい。そこで飛んだ時にずっと浮いててもらえればいいねばだけ。いや、そういう力は私にはないですよ。ずっと受けて浮いてるねば。そしたらハテナになりますねばだから。なるほど。じゃあもうさっきので十分良かったと思いますねばだから、はいはい、基本的には恥ずかしがらずに大きな声を出してやってくださいねばね。楽しい人たち、楽しんでる人たちのとこに人は集まりますね、ばだから。ハテナマンたちが楽しんでるってことがつく
くば未来市を盛り上げることにつながりますね、はい、いいじゃないですか。はい、いいこと言いました。10万円くださいねばなんで、はいよねばか、あなたもお金好きになってきたちょっと違うねばよ、全然お金なんか興味ないねばですからね。あ、そうですか、はい、はい、じゃあそういうことで解決ねば、はい、解決です。こんな格好しといて言うのもなんですけど、とても人見知りで人前に出るのがとても恥ずかしくて、どうしたら直せますでしょうか。恥ずかしいことになれるとか強くなる方法が一個あるんだよね。なんでしょう。え、ハテナマンタイツ脱いで裸で歩いてるだろうきっと強くなると思うねばよ。まあ強くなるし捕まっちゃうかもしれないね、もしかしたらね。そうねばね、うん、大事なとこは納豆パック使って隠してくださいね。パーン、これはダメだ、納豆会社に怒られちゃうから、カットカットねばよ。今のはなかったことにしてねばね。絶対に使ってくださいね、ここね。絶対使ってください、ここね。そんな使い方ダメねばね。まだハテナマンやってるということを奥さんに伝えていないんですね。どのように伝えたらよろしいでしょうか。やってるって何ねば、何言ってるねばね、知らねえねばってことだよ。知らねえ。ちょっとさっきから話聞いてたねばだけども、ハテナマンって何ねば。もうすでにハテナマンの術中にハマっちゃったんですよ。そうだよね、もうなんかこの存在がハテナなんですよ。ハテナマンって謎すぎるねば。ハテナマンの答えが分かんねえねばよ。ハテナマン、ハテナマン、勝手にしてくれねばよ。バイバイねば。終わり終わり。ネバールくん。はいネバね。いやー、つくばみらい市にさ、いいキャラクターが作れればいいよね。作れるって何ネバか。キャラクターは作るんじゃなくて自然に生まれるネバ。あ、そうだったっけ。そうネバよ。ところでネバールくんはじゃあどうやって生まれてきたの。ネバールくんはお父さんタイツ、お母さん納豆菌がネバネバして生まれたネバね。それいつも思うんだけど、ネバネバっていう表現がなんかあれなんだよね。あれって何ネバかね。じゃあそういうことでみんなまた見てネバよ。じゃあネバ。また見てください。